ハリケーンカトリーナの救援に参加する病院船コンフォート。準備のため入港する港で待機する米海軍スタッフ病院船とは、講義には戦争や飢餓、大災害の現場で傷病者に医療ケアのプライマリケアを提供したり、病院の役割を果たすために使われる船舶。協議にはそのうちジュネーブ条約が適用されるもので、傷病者や難戦者に援助を与え、 治療と輸送を唯一の目的として国が建造または設備した船舶を言う。通例、病院船は戦場における傷病者に対する医療を目的としているため各国の海軍が運用している。得意な例としては、スペインでは遠洋漁業の従事者の応急手当を目的としているため雇用、社会保険証が保有、運用している。日本では 第二次世界大戦期まで運行されていたが、戦後は運行されていない。戦場において、傷病兵への医療活動を行う船は、古代ローマ時代には存在していた。近代においては、1850年代のクリミア戦争で、イギリスやフランスが病院船を運用したことが知られる。1860年代アメリカの南北戦争では、レッドローバーが、 南北両軍の小病兵を治療した。この頃、赤十字活動の勃興とともに、病院船の戦時国際法上の地位も確立されていった。その後、第一次世界大戦、第二次世界大戦などでは、いくつかの国で客船を改装した、病院船が整備され、運用された。イギリスのブリタニック、日本の氷川丸などが活躍した。しかし、両大戦では、 国際法を無視した攻撃が行われ、犠牲者を出す事態も発生した。現在、アメリカ海軍によって、病床数千床のマーシー級病院船2隻、すなわち、マーシーとコンフォートが運用されており、これらが世界で最も大型の救命救急の船舶として知られる。ペルーなどの南アメリカ諸国では、河川砲館の設計に準じた河川病院船も存在しており、 有事には本来の任務に用いるが、むしろ平時における医療機関に乏しい地域への巡回医療活動に用いられているものもある。先術のように、競技の病院船は、ジュネーブ条約が適用される、傷病者や難戦者に援助を与え、治療と輸送を唯一の目的として、国が建造または設備した船舶を言う。条約上、病院船には、軍用病院船、 救済団体の病院船、中立国救済団体の病院船がある。軍用病院船は、勝者、病者及び難戦者に援助を与え、それらのものを治療し、並びに、それらのものを輸送することを、唯一の目的としなければならない。スペインのエスペランザデラマールや、ファンデラ交差は軍務についておらず条約の適用を、受ける競技の病院船ではない。一方、 イギリスやフランスに見られる軍艦に医療機能を付加した艦船は医療専用船でないため条約の対象外である。近代戦時国際法の下では病院船は一定の標識を行い医療以外の軍事活動を行わないなどの要件を満たすことでいかなる軍事的攻撃からも保護される。今日では1949年のジュネーブ第2。 条約が病院船に関する名分規定を定めている。時期によって若干の変遷はあるものの、その基本的要件は以下のようなものである。病院船の保護は人道的任務から逸脱して敵に有害な行為を行うために使用された場合でない、限り消滅しない。実際には保護されるべきはずの病院船が敵艦から意図的に攻撃を受ける事件もあった。 過失による撃沈を防ぐために、病院船は夜間も明かりを灯し病院船であることを主張した。純白の美しい外観、病院船という任務目的からか、付近の味方感染上院の心理的安堵感が増し、気が緩んだ隙に病院船周囲を周回している敵の潜水艦に撃沈されるという精算な例もあった。また保護を悪用して、 病院船を軍事輸送に使用する例も発生した。国際法上の保護要件を満たすには目立つ外観となり船団航行に向かない、軍事輸送に容易には転用できないなど運用上の困難があるため、一部の病院船は白色塗装や通知などをあえて行わないことがある。太平洋戦争時の大日本帝国陸軍が保有していた病院船には、 このような国内限りの病院船が多く存在した。こうした病院船については当然軍事的攻撃も禁止されない。このほか戦時に病院船と同様の保護を受ける地位を与えられる船がある。捕虜などへの休日物資を輸送する船と交換船が代表例である。こうした船についても淡丸事件のように攻撃を受ける例があった。以下はすべて 太平洋戦争までの大日本帝国海軍の病院船である。1930年代までの主な病院船太平洋戦争時の海軍病院船天皇丸となる前のオランダ船、オプ天皇と太平洋戦争時の主な陸軍病院船、第二次世界大戦後海上自衛隊には病院船が在籍していない。ただし、橋立型多元品艇、潜水艦救難艦が、 有事や災害時の医療機能を考慮して設計されているほか、おおすみ型輸送艦、ヒューガ型護衛艦、出雲型護衛艦に野外手術システムを搭載することで高度な医療機能を有することが可能である。核護衛艦、補給艦には小規模な医務室と衛生員が配置されている。また、超党派の国会議員による病院選建造推進議員連盟の働きかけで、 平成23年度第3次補正予算で、病院船建造の調査費が計上された。しかしその後、新造では、建造費用が350億円かかる、維持費も効果であることから専用船の新造や、中古船改造は断念され、大規模自然災害や、武力紛争など、有事の際は、既存民間輸送船に、野外手術システムを積む予定であり、 今後試験運用が行われる予定。2021年6月11日、第204回国会において、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律が成立し、3年以内に施行される。なお、恩師財団再生会では、1962年から瀬戸内海、文護水道を定期巡回、診療する病院船、 再生丸を運行開始している。オーストラリア、ブラジル、中国このほか民間のコンテナ船に、医療モジュールとヘリポートを搭載した、即席病院船の訓練が行われている。ドイツ、イギリス、ペルー、ロシア、アメリカ、合衆国コンフォート級病院船、ホープ・マーシー級病院船、コンフォート C-131 で空輸される、戦勝者旅客機や、輸送機の機内に治療設備を搭載した。 病院機も存在する。アメリカ軍では、戦勝者を本土に治療しながら帰国させるため C-131 に簡易ベッドと治療設備を搭載していた。現在では、アメリカ空軍が C-9 の患者輸送型の C-9A を配備している。日本では、航空自衛隊が C-132 搭載可能なコンテナに医療設備を収めた、 機動衛星ユニットを配備している。オービスインターナショナルは航空会社から寄贈された中古の旅客機に眼科設備と眼科医を乗せた空飛ぶ眼科病院を発展途上国に飛行させている。ありがとうございます。